こんにちは、佐藤です。こんにちは、井上です。はい、本日は井上さんが深センに来られてますので、まあ、車の中ですけども、まず単品通販の、進捗とかお話できたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もうかれこれ1年ぐらいやられてたと思うんですけど、まあ、今ざっくりと単品通販 の進捗を、はい、ご紹介いただいてもよろしいですか。はいですね、1年前から単品通販のプログラムに取り組んでまして、で販売ページ出来上がったのがその半年後の、2019年1月ぐらいで、うん、でそこから、まあ、さらに半年経ちましたけど、ようやく2019年7月頃から売り上げが安定して上がるようになってきましたね。あ、今年のじゃあ7月ですね、から安定している。はい。あ、でまあ、流れとしてはあれですか、まず、まあ、普通に、はい、まあ、どういうの市場を飛び込むかとか、はい、商品を決めて、はい、それページを作っていったっていう流れですか。はい、そうですね。はい。あ、で今、まあ、結果として、まあ、毎月、まあ、10万円ぐらいの、はい、まあ、プラスになってると思うんですけど、はい、まあ、まずこの単品通販のなんかメリットっていうか、やってみて、はい、まあ、一通り一応やってる、まあ、まだ現在進行形だと思うんですけど、はい、やってる段階なんですけど、このメリットみたいなのって何を感じてます？そうですね、まあ、売上上がるまでは大変なんですけど、一旦安定して売上上がるともう競合が入ってきにくいっていうのがまず一つですね。競合が入ってきにくいっていうのは今は入っては来てるんですか？単品通販としてはもう入ってきてないですね。ああ、はい、じゃあほぼ、はい、なんていうんですか、ブルーオーシャンというか、はい、自分だけでできるのを実感してる感じですか。そうですね、はい。ああ、なるほど。そうです。他あります？他、アマゾンと違ってその規約違反でアカウントが停止になったりとか、そういう恐れがないっていうのがありますね。はい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 、はい、そうっすよね。Amazon だと Amazon のルールでやんなきゃいけないですよね。あとレビューとか、なんかバッドレビュー入れられちゃったりとか、そういうのもないですもんね。そうですね、はい。なるほどな。で、今、いくらで販売されてるんでしたっけ？1万5000円くらいですね。約1万5000円でして、仕入れはまあちょっとあんま言えるとこ言えないとこあると思うんですけど、まあざっくり何分のいくつぐらいとかあったんですか？何分の、何パーセント？ CD で10分の1ぐらいですね。あ、10分の1。まあ、なるほどなるほど。じゃあ10倍で売ってるってことですね。はい、仕入れ原価の10倍を売り値にしているという感じだと。はい、なるほどですね。で、そこで今、例えば今、2019年の8月なんですけど、はい、どれぐらいの、この、はい、まあ、ペースで、どれぐらいなんですかね、売れてるのかっていうか、はい、ありますか？そうですね、1日、まあ、1個はまだ行ってないですけど、1日 0.8 個とか、そのぐらいのペースぐらいで売れてますね。今、この段階で、8月は 何個ですか？今日昨日25日の時点で21個売れてましたね。はいはいはい。ってことは大体まあ1日1個弱ぐらいな感じですね。はい、それを1万5000円で売ってると。そうですね。はい。仕入れが10分の1と。はい。あ、なるほどね。ちょっと待ってください。カーッと。ちょっと高速道路に乗りながらっていう、こう、よくわからないトークになってるんですけど、はい、なるほどですね。じゃあそれを、はい、まあ大体これからのなんかの、はい、あれですよね、はい、イメージ的にはアクセスを増やすことと、はい、あと制約率を上げていくことをメインにやっていくって感じですもんね。そうですね、はい。じゃあメリットの話に戻るんですけど、今2つ上がったんですけど、はい、なんか他ありますか？なんか単品通販やってて、はい、まあAmazon とか楽天とかやられてたと思うんで、はい、まあ、今もやってると思うんですけど、ちょっと違って、はい、なんかいいなって感じるようなところっていうか。そうです、まあ、さっきの、まあ、競合が入ってこないって話にかぶるんですけど、自分のページ作るので、Amazon とか楽天だと、その同じページに似
きたいような商品載せられちゃって、そっちにアクセスが流れちゃうっていうのがあるんで、それがないっていうのはすごくいいですね。はいはいはい。Amazon のそもそもの、なんていうんですか、この理念っていうか、会社の理念みたいなのが、なんかお客様になんかベストプライスでいいものを届けるみたいな感じですよね。だからどうしてもこの、まあ、僕が例えばユーザーで使った時も、まあ、これ買おうかなと思ったらこんなものもおすすめですみたいなのが出てきて、あれこっちの方が安そうだし、なんかこっちの方が良さそうだなみたいに流れちゃうんですよね。僕も流れ購入する時に流れてますし、逆にまあ売る立場になると、あ、そういうことも発生してるんだろうなっていうのは実感しますけど、単品通販にはそういうのがないってことですね。そのまあ、ライバルも出づらいっていうことですけど、なんか今、はい、一番最初売れたのがでも1月ぐらいにまあサイトができて、ええ、2月ぐらいにもう売れてませんでしたっけ。1月でしたっけ、最初の売り上げは。サイトできても広告打ったらその日に売れましたね、ライブが。ってことは、7月の終わりぐらい、去年の7月の終わりぐらいに参加して、ええ、それ半年ぐらいで作り終えて、今年に入ってからですか、初売り上げは。そうですね、はい。で、2019年の1月に売り上げがあったと、はい、そうですね。あ、最初どんな感じで売れたんでしたっけ。まあ、どんな感じで。あ、なんかあの、出向して、はい、なんか1日おきに何個とか、どんなペースで売れたんですか。最初すごく良くて、あの最初の4日で3つ注文が入りましたね。あ、1個の利益も結構良かったですね。1万超えてましたね。あ、はい、そうですね。これはもうなんかやばいぞって思いました。どんなものだったんですか、あの時は。ああ、そうです、まさにやばいぞというそんな感じだったんですか。はい、単品通販こんなボロいのかって思ったんですか。なるほどね。なるほどなるほど。で、まあ、メリットは大体出たと思うんですけど、まあ、その話の流れで、はい、その後ちょっと売れなかったっすもんね。はい、そうですね。そこでもまた別の意味でヤバいぞみたいな、思ったんですか。あの、そうです、その後あの最初の4日で3つ売れた後このまま行くのかなと思ってたら、2週間ぐらい全くもう注文が入らなくて、それでちょっと広告費垂れ流し状態になってたんで、広告打つのやめてページの修正に入んなきゃいけないなと思って。なんかあの単品通販で、まあ、まあセミナーとかでもご紹介してますけど、5ステップの中の最後ではやっぱ A、 なんていうんですか、 PDCA っていうか、はい、こうトライアンドエラーを繰り返すみたいなの、はい、そこも入ってるんですけど、そこにやっと入ったって感じです。そうですね、最初がちょっとあまりにもいい結果でしたもんね。はい、そこの、まあ、だから修正もなんだかんだ、何ヶ月もやってますよね。そうですね、あの修正始めて、まあ、AB テストとかやって別の外注さんにページの作成頼んだんですけど、その外注さんがちょっとページの、まあ、ひどくて、はいはいはい、なかなかいいページができなくて全く売れないっていうのがあって、そこで結構時間が取られてしまって。あ、なるほどなるほど。じゃあ、ですかね、ちょっと、まあ、単品通販のなんかデメリットっていうか、はい、まあ、こういうところはあれだなっていうのでも話しようと思ったんですけど、まあ、サイト作成の外注の時のやり取りが多いっていうのはありますかね。そうですね、はい。あ、なるほど。で、その流れでこうデメリットってなんか今の段階で感じるものあります。まず、あの取り組んでから販売開始まで半年かかったので、いきなり売り上げが上がるわけじゃないっていう、そこが大変ですね。ちょっと心折れそうでした。そうですね、まあ、最初販売するまで大丈夫でしたけど、その販売してから、その、なんですかね、売り上げが安定するまで半年ぐらいかかったんで、その間はもう折れそうになりましたね。あー、なるほどなるほど。じゃあ、あれですかね、例えばこれから、まあ、単品通販やろうかな、いやでもどうなのかなって思ってる人には、それをお伝えしときたいところの一つですよね。そうですね、はい。やりきれるんだったら、いいですけどね。そうですね、僕もすごい思うんですよ、はい、やってくれて最後までいけるんだったら、はい、こう全然なんていうんですか、はい、元が取れるというか、はい、それ以上に、はい、ね、はい、昨日いろいろも言ってましたけど、うまくいけば家が建つレベルですよねってだと思うし、あとやっぱ物販って結構 Amazon とか楽天でもなんか多くても、
なんすか利益率 50% とか、はい、何十パーとかだと思うんですけど、はい、やっぱそれでまた仕入れしなきゃいけないんで、単品通販になるとさっき言ったように、はい、10分の1ぐらいの仕入れだからやっぱ、はい、なんか本当増えてるなっていう感覚が持ちやすいですよね。そうですね、なんかそこも、まあ、やりきってくれるんだったらっていうところですよね、はい、でもなんか井上さんがちゃんと、まあ、もちろんもっといいものを目指すんですけど、まずは一段落 そうですね、プラスのキャッシュフローが生まれてるっていうのはすごい僕は嬉しいですね、はい、あ、はい、なんかそうですね。じゃあここにおいて今なんか他ありますかね、なんかデメリットみたいなの、はい、なんかここちょっとしんどかったなとかでもいいんですけど。そうですね、あんま思いつかないですか、ね、まあ、先ほどの話にもちょっと被るんですけど、やっぱり外注の質ですね。あ、それをあの多分単品通販始められる前まではなんかあの、まあ、外注、まあ、物販で梱包発送とかの外注は頼まれた方多いと思うんですけど、うん、ページ作成の外注とかどういう人がいいのかって見抜くのはまだ慣れてないと思うんで、うん、そこが大変だと思いますね。特にあのデザイン部分ですよね、デザインってやっぱちょっとセンスみたいなところもあるし、うん、もちろん経験でね、いろんなお客様の声をいただいてスキル上げてる人が多いと思うんですけど、なかなかね外注を見つけるのはもしかしたら失敗っていう表現ですけど、井上さんみたく2人目の方は難しいじゃないみたいな人にも出会っちゃう可能性もありますもんね。なるほどです、なるほどです。じゃあまあ次の、あの音声では、単品通販を通してどんなスキルを身につけることができたっていう感じでお話ししていきたいと思いますので、はいはい、まあ、一旦ここで区切っていきたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。